こんにちは。今日、奥さんが誕生日を迎えたので、ちょっと、プレゼントを購入したんですけど、一応 T シャツを2枚買いまして、1枚目が、この、トムとジェリーの T シャツなんですけど、これバックプリントがすごい可愛くて、こんな感じ。めちゃめちゃ良くないですか？奥さんどっちかというとこういうキャラデザインみたいなシャツ好きなので買いました。ちょっとだいぶデカめでダボっとしてるんですけど、ちょっとこういうラフな感じで着れるようなシャツを1枚買いました。でもう1枚は白 T なんですけど、じゃじゃん、ミッキーちゃんがお風呂に入って汗をかいてる T シャツです。この青がめちゃめちゃ綺麗で、まあ、シンプルなデザインが可愛いですね。裏は、何も書いてない文字になります。ミッフィーは奥さんめちゃめちゃ大好きなので、今回はこのトムとジェリーとミッフィーちゃんの T シャツをちょっとプレゼントであげようかなと思います。なんか高価な、なんかアクセサリーとか化粧品とかバッグとか、そういうのは奥さん一切興味がないので、こういう可愛いキャラクターものが大好きなので、今までもミッフィーちゃんの財布とかポーチとか、あとクレヨンしんちゃんのポーチとか、そういうキャラクターもので、なんか結構総柄の小物とか服が好きなので、今回もそういうのを意識して買いました。まあ結婚して4年目になるんですけども、お互い、まあ、プレゼントを別に強要してるわけじゃないですけど、まあ気持ちで、まあ、何か一つでもまあまああげたりできたらいいかなと、まあこれからもね思います。そうですね。なので、この度は誕生日おめでとうございます。この後ちょっとご飯を食べに行くので、お鍋を食べに行こうと思ってますので、もうちょっとしてから行きたいと思います。メンタルとチームステック、おいしい？うん。あ、いらんか。だって4、8、13か。おいしい。なんか取ってもらった。
き当たりますよね。